はい、ってことで、はい、カマスいっぱい釣れたね。釣れたですね。カマスめっちゃ釣れた。なんかでもどっと疲れがきた、ね、で、穴釣りでもこれが穴釣り釣れとっけんね。誰が釣ったかにゃこりゃ。これはですね、多いかな、多いかな。いやいや、みんなで釣ったですよ。釣ったね。最後でもね、俺がねで、今回は、はい、カマス飯と、はい、アコのぶつ切りでお味噌汁にして、はい、で、これ別に豚の生姜焼きをおかずに作ろうかなってさっきスーパーで買ってきました。良いね。そして、ちょっとカマスを朝ごはんに食べるために、はい、夜のうち干しとこうと思って、開いて干します。それは、釣り岡飯の方で公開されます。はい。はい、じゃあ、さばいていきましょう。はい。これとりあえずカマス飯にする分さばきます。これちなみにさっき鱗を、はい、あの港で、港っていうかそこで取ってきました。はい。はい。わあ、イチゴぐらいでいいよ、そんな食い切らん。上、ここの上にあるね。うわぁ、すごい。トラップ、これトラップやね。絶対畑食えね、これはい、内臓取りますはい。で、海でちょっと洗わせてもらおうかな、これ。あ、チンチンもおしゃれ、チンチンじゃない、チンチン、チンチンは当たるもんよ。もうさっきさ、鱗取ってきたけどさ、冷たかったね。冷たかったですね。もう手がもう、キーってまた来た、チンチン迫りに来るチンチン。もうよかったね。じゃあ、献立はカマスの炊き込みご飯とアコウの味噌汁と、はい、豚の生姜焼き、豚の生姜焼きか。こんな感じで開いて土鍋にぶっ込もうかなと思ってます。はい。2合やったら1匹でよかったかな。4日かもしれんですね。結構いい大きさやったりするですもんね。これ1匹にしようかね、はい、カマスは。こんな感じですかね。はい。キャンピングカー料理大変じゃ大変ですな。大変ですね。 1匹する。1匹で多分良さそうな気配は、うん、だって米の量がこれやけん ね、1匹にしようか。はい、ね、と天日干しの分作らんというかね。そうですね。天日干しはね、骨とか残っていいですよ。全部骨ある状態でいい。いいですよ、いいですよ。オッケー。天日干しの分さばきます。はい。これは後日釣り岡飯で公開されます。はい。ここに一旦置いて。まだ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 全然まだ、もうちょい、もっと、それ全部いいよ。あ、全部いい。オッケー。そうね。はい、じゃあその次にその次に、はい、こいつをお味噌汁用に切ります。あ、はい、お米やるよっていいよ。もうこれ炊きちょろかしていいと。炊きちょろかしていいよ。じゃあもうほら、いろいろ調味料を入れた、はい、醤油、みりん、塩、まあ、ちょっと多少の気持ちの本だし、はい、を入れて、その上にカマスを置きました。はい、沸かしました。釣り岡風カマス飯ね。はい、今入れた、入れた。ナイス。じゃあもう炊きますよ。お願いします。はじめちょろちょろ、中ピッピで、かきでバーンってドカーンやろ一人一匹やった方がいいかもね。ジョース、はい、いやそっちに行った、全部よし。うわ、また手洗うんばな。でもそこからぶつ切り満喫にいたんでいいと思う。ぶつ切り満喫。そうなんですか。ぶつ切り満喫。ぶつ切り満喫たんの前に洗おう。洗って。洗おうか。あ、いい。あ、じゃあ。いや、もういいや。じゃあこれぶつ切り満喫。はい、ぶつ切り満喫たんにしまーす。何満喫たんって。はい、いきます。なあ、どんくらいしようか。3等分ぐらいでいいんじゃない。3等分ぐらいで。これぶつ切れる。あ、まだ動きよんしゃ。嘘でしょ。違った。なんちゅう笑い方今。よし、じゃあぶつ切ったらこんな感じ。見え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 。なんて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 。見え。なんで。この包丁一丁綺麗さ。ちょっと今直しちゃって。ぶつ切り満金だ。一丁綺麗じゃんこの包丁。入れるよ。いいじゃん。あ、絶対うまい。うわ、油やばー。いや、高級魚ですもん。カマスの油かな。はい、はい、できました。これ味噌汁ね。この人が一番しょうもない。徳ちゃんね。徳ちゃんね。よし、じゃあこれ徳ちゃんが釣った時や。煮立たせていきます。はい、ここで煮立たせ満喫だね。煮立たせ満喫だ。行きます。煮立たせ満喫だね。あんまちゃんと言えよらんやつ。もう一回言って。煮立たせ煮立たせ
なんて言うよ。バカにしよう。バカにしようよ。だってバカやろ。煮立たせ満金タン。煮立たせ満金タンね。煮立たせ満金タン。何なの煮立たせ満金タン。言ってない。二人とも言えてない。何すか煮立たせ満金タン。ちょ、一回言おう。言って、特者から。煮立たせ満金タン。煮立たせ満金タン。じゃあ言ってよ。煮立たせ満金タン。言い方や。俺が一番言えとる。煮立たせ満金タン。煮立たせ満金タン。綺麗に、綺麗に言いよるやん、俺。煮立たせ満金タン。ほら。はい、じゃあ、次は僕、はい、生姜焼き作っていきます。しょうがないな。はい、うわ、そう面白くね。はい、じゃあ僕は生姜焼きです。今回は富士信さんの味噌を使います。浮気しました。頑張ってこれで味噌溶いていきます。おい、これ、よろしくお玉の何回もかけてね。さあ、じゃあお豚さん焼いていきますね。おい、卵いいですね。あー、はい、豚焼きます。あんまり火ついてピャーってなったらキャンピングカーが油まみれになるけん、はい、弱火でじっくりパターン。いい感じ。いい感じ。白金なんかえらい白金。いやでも多分豚の豚そうなんだ。そうめん味噌汁おいしい。うん、やばこれは。こうやけんね、出汁が。あいつ味見てえかも、飲みよ、半回で見よらんって思って。あの親父さ、ほらほら、もう5回目けやもん。あの親父いつもやろうか。あの味噌汁の味見も普通に飲むもんね、あの親父ね。はい、じゃあ生姜焼きのタレ入れます。半分ぐらい入れていいみたい。全然まだ入れていい。半分。わ、ご飯いい感じ。マジ見せて。せーの、の、わーい。ちょっと待って。あー、芯残ってす、食ってよか。いいですよ。もうこれでも水追加しましたもんね。あー、いい感じ。うまい。じゃあほぐそうかな。そうね、うん、あの骨取ってほぐしてください。おねげ。ちょっと混ぜるね。うわー、なんかよー、まだ骨ないか。あ、ない。見て、見て、見て、見てる徳島市。見とる見とる。すごくないこれ。うわー、徳島市絶対うまいやん。パパパパってほぐしてベロンって取ってよかったかもしれんね、皮。ああ、なるほどね。はい、いや皮もうボロボロ。あはははは。いや、もう混ぜよ混ぜよ混ぜ。いや、もう皮も食べれるって。鉄パワーも取ろう。鉄パワー取るよ。はい、生姜焼きできました。はい、はい、あら、いやだ、美味しそう。はい、マヨネーズいつか。あ、2枚ってなんかこれしょぼかね。いやいや、でも美味しいよね。味噌汁やらないな。スプーンありますか。スプーンは上に。いやでもこういう生姜焼き美味しそう。俺も3枚食べとうなってきた。お箸でついていく。よし、あ、これ絶対うまいわ。これね、決まったね。ご飯まだおかわりありますので、はい、食べたい人は食べてください。はい、やば。味噌汁もやばか、これ。身ぶつ切りやけんね。うわー、うまそう。ネギ欲しいね。キャベツだけでよか。できました。完成です。食べよう食べよう。完成です。はい、こちらカマス飯。はい、はい、豚の生姜焼き、はい、俺だけ3枚、はい、で、これがアコウのお味噌汁。はい、いただきます。早くいたかね。味噌汁をすすって。ベリーマッチョ。うまっ。油浮いとんもんね。あー、ベリーマッチョにうまいぞ。なるほど。さあ、生姜焼きいただきます。カマス飯行こうぜ。生姜焼きを食った勢いで、それもカマスの味消えるやん。カマス飯いただきます。おい、あ、うまっ。うわ、完璧。やば、炊き具合も完璧やん。俺神か、俺は神か。俺は、あ、うまっ。素晴らしい。いや、うまいうまい。そうでもない。でもバラうまか。徳ちゃんの自分で伝味噌汁ば。しょうが焼きうまっ。うまい。しょうが焼きはもううまいでしょ。じゃあすいません、お味噌汁。徳ちゃんの生姜焼きよ。いただきます。あ、うまっ。あ、うまっ。うまいね。うまいね。多分身プリプリと思うよ。
トキさんの身でかいやつじゃないと。うん。でかいの入ってる。あ、うまっ。うまい。うまっ。じゃあいただきます。うまっ。炊き方バッチリ。あー、うまい。うまいですよね。今日完璧やね。うわー、かまずの味付け。後で。あ、はい。はい。この、かまず飯の味付け最高。最高ね。おいしい。おいしい。ということで、はい、この後、はい、味釣り。うん、この後味釣りに行きます。はい、頑張るぞ。尺目だぞ。あ、尺味釣りたいね。が、味釣り。はい、次回は味変どうぞ。どうぞ。はい、さよなら。さよなら。美味しかった。美味しい、めっちゃ美味しい。まあ、美味しかったってまだ食べますけど、ね、じゃあご飯を食べましょう。はい、はい。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。